はい、どうも皆さんこんにちは、名もない男です。はい、本日はですね、帰り道にね、高評価の、お蕎麦屋さんありましたので、ちょっと立ち寄らせていただきました。こちらでーす。和戸駅より、近いですね。純手打ち蕎麦一茶さんです。でっかい看板だな。はい、こちらね、 Google 評価ね 4.0 で、550件もね、あのコメントがついて、まあ、相当信頼度の高いお店なんじゃないかなと思います。はい、なので、ね、早速行ってみましょう。よし、これがメニュー表ですね。これ安くない？盛りそばかけそば450円。へえ、そばがきなんてある。じゃあさ、ちょっとさ、この豚丼っていうのとかけそば、あ、大盛りそばっていうのがあるじゃん、それにしようかな。これ何？あ、そばつゆがもうここにあるんだ。へえ。で、これが唐辛子ね。はい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 、オッケーオッケーオッケー。もう来ましたね。へえ、すごい、こんなに太いそばなんだ。へえ。これちょっと開けてみましょうか。これ玉とじになってるんだ。はい、こんな感じでーす。しそば湯もいただきました。じゃあいただきまーす。じゃあまずはこれをチュンチュンと。うわ、太っ、そば太いね。噛み切れないぐらい弾力が。これうまいね。次これね、肉丼いってみましょう。これも鉄板だわ。ちょっと唐辛子入れた方がいいかもな。甘みが強いね、ちょっと。これはさ、何なの？これもうテーブルに置いてあったんだけど、そばつゆだやっぱり。そばすんげー弾力、太くて、噛み応えがある。なんかそばっぽくないけどうまいね。ちょっとこの漬物もいってみましょうか。ナスの漬物すごい、ぬかの味が強い。これすごい深みがある、この漬物うまい。変わったそばでうまいね。こう太いもんね。きゅうりの漬物です。これもすごい使ってる。漬物はね、塩分よりもね、ぬかの味が強くて、個人的に好きかも。ぬか好きなんだよね。この太さ笑えてくるな。すげえ。麺が太いから、あのそばつゆにたっぷりつけてもね、しょっぱくならないの。太いからすすれないけど、でもうまいね。さあ、意外にさ、これ太いじゃん、結構量多いね。たくあんの漬物もあった。この漬物好きだわ。ぬかの味がすげえ。そばつゆのさ、濃さもさ、ちょうど濃くなくて、食べやすいね。ちょっとそば湯を入れて、ごちそうさまでした。結構な量だったな。調子づいて2品頼んじゃったけど、すげえ量だったな。はい、こんな感じでした。これね、ちょっとね、ちっちゃめな器なんだけど、麺が太いせいかね、すごい
思っている以上に量が多い。お腹いっぱい。これもでかいよね。これで650円安いね。うん、非常に美味しかったです。いや、思ったより量が多かったです。じゃあ順手打ちそば一茶さん、ありがとうございました。いやね、盛りそばがね450円っていうからちょっとミニサイズなのかなと思って大盛り頼んだら、麺が太くてすげえずっしりくるのよ。これお得だわ。あの肉丼もね結構美味しかったんだけど量が多くて、ただあの醤油とかのね出汁とかのバランスがねちょうどいい。でそばがすっごい太いからつゆにつけすぎてもね全然味が濃くならなくて美味しいのよ。そばっぽくないのにうまいお店。うん、ありがとうございました。ということでね、本日の動画終了にさせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。回れ回れ屋根風車、また同じ場所へ帰って。